こんにちは。処方箋はありますか？病院でもらった紙です。え、どれですか？ああ、これです。お薬手帳はお持ちですか？お持ちではないですかね。おかけになってお待ちください。ヤンさん、今日は風邪薬が出てますね。発熱や喉の痛みに効くお薬です。1日3回、1回2錠を毎食後に本日より3日間お飲みください。何かご不明な点はございますか？こんにちは。病院で紙をもらいましたか？これです。はい、あります。お薬手帳はありますか？いえ、ないです。わかりました。薬を準備しますね。少し待ってください。座ってください。はい、わかりました。ヤンさん。はい。今日は喉の薬です。1日3回飲みます。朝と昼と夜です。ご飯を食べてからこの薬を2つ飲んでください。わからないことはありますか？いえ、大丈夫です。お大事に。優しく伝えるポイント。必要な書類はできるだけ実物や写真を見せましょう。処方箋、お薬手帳などは名前とものが一致しない人もいます。実物や写真を見せながら話すと理解しやすいです。ジェスチャーや指差しを使いましょう。話すときに視覚的な補助を入れるとさらに分かりやすくなります。最後に相手が理解しているかどうか確認しましょう。